TTFN バックパック UL 北海道トラベルハイクリスケジュール。前回は札幌より大雪影響で予定変更、網走を釧路経由に、列車エゾシカ衝突などの遅延で最果ての駅でビバークからの釧路。なおこの旅の装備はほぼこちらのものを持って行っています。合わせてご覧ください。今回は釧路でまたもや足止め、有効に時間をどう使うか、温泉やグルメリカバリーのための下見などとなっております。釧路に到着。網走方面はご覧の通り大雪影響で8時57分の列車は運休、次の列車はなんと5時間半後の14時16分と大幅に予定が狂いました。バスに活路を見出すも分かってましたが目的方面路線はゼロ、諦めて急遽別プランを考えました。トラックの後ろは錆だらけ、バスのタイヤハウス周りもボロボロ、これは雪を溶かす融雪剤の塩分の影響が大きいです。プラン変更、まずは釧路の台所和商市場に。駅から徒歩4分の近さ、野菜、果物、乾物、鮮魚と新鮮食材をお安く、観光客に人気のここの名物勝手丼、店頭に多数並ぶ海鮮ネタを自由に選び丼を作り上げるというもの。結果的に高くなっちゃうのもあり、僕的には市場内の食堂で食べた方が安くて美味しいと思っています。ただお腹が減ってないのと店が休みなので今回はスルー。駅前はこのアイスバーン、道民はゆっくりそろりと転ばず歩きます。まだ時間があるので釧路駅、釧路駅裏に来てみました。ここには古びた仙北センター、飲み屋街になります。ノスタルジックを味わいに遊びに来ました。昭和時代にタイムスリップしたような雰囲気です。看板は残るものの営業してない店舗がほとんど。今や懐かしいテレフォンクラブモンロー、反対側を見ると猫が鎮座、裏路地に猫合いますね。こちらの方は表側に面している方などはまだ一部店舗は営業しているようです。サントリーオールドの看板も懐かしいです。ランチコーヒータッチ、完全にあのロゴですね。 TTFN です。はい、ウルトラライト、トラベル、イヤエー、ハイク、野宿とスローパーキングでエニートリップなチャンネルです。お楽しけで下車。北海道はアイヌ語由来の変わった地名、駅名が多く大変面白いです。太平洋側は冬も積雪が少ない代わりに路面凍結がすごいです。時刻は11時、早めのお昼ご飯いただきます。帯広が有名な豚丼、こちらもなかなかなものです。豚福限定の十勝噛み込み豚丼をいただきます。グラスは焼酎ですが中身はお茶です。釧路白星社を横に小1時間ハイキング、阿寒川に来ました。河川敷を
ゆっくりと降りて、凍りついた川に向かいます。冷え込みが厳しいエリアは川が凍りつく現象が起きます。確実に凍ってるのを分かった上での行動です。皆さんはお気をつけください。このように岸辺の方に氷が重なりせり出すような形になっています。真ん中で膨張した川の水が岸辺の方に張り出すように凍っています。凍りつく阿寒川とウェイマークイーボー、川のほぼ8割方が氷に覆われていますが、氷の下では川が流れています。こちらはアマゾン、楽天、ヤフーにリンクした僕のウルトラライトギアをまとめた小さなセレクトショップのようなものです。概要欄のリンク、インスタグラムのリンクから飛べるようになっています。カタログ感覚で覗いてみてください。先ほどの場所から駅の周辺地図にあったある場所へ。積雪量が少なく藪が枯れてるからこそ歩けるシーズンです。足跡はエゾシカだらけ、たまにキタキツネ。藪を抜け開けたその先には旧帝国陸軍の対ソ連用統治下、北から攻めてくるロシアに対する北方への防衛。北海道から一番近い国は中国でも朝鮮でもなくロシア。立地的には防衛の要だったんでしょうね。目の前に広がる鉄橋には人影。撮り鉄ではなく保線作業中のようです。鉄橋の下から見る統治下はこんな感じ。列車の時刻までさらに45分、時間があるので海まで俳句。足元はツルツル、太平洋が見えてきました。実は寒そうに見えて現在プラス1度、ただ風が強いので体感は結構寒いです。快晴の下広がる海。お楽しケーキに戻りライドオン。珍しくタラコが来ました。釧路到着、なんとか動くようです。この後コンビニがないので駅弁買っときます。さらに毛ガニとタラバと鮭の柄のワンカップもゲット。何度も乗車したことがあるので景色の良い座席ももちろん分かっています。車窓には釧路湿原を見ながら一杯。道路はなく線路のみ。雄大な自然、長時間乗っていても全然苦にはなりません。舗装下駅前には広がる雪原と国の天然記念物タンチョウヅル。硫黄泉で有名な川湯温泉。2人の乗客が降りました。さらに北へ爆走。とある駅に下車。乗ってきた汽車を見送り TTFN-D 一人です。ホームにバックパックを置いて一休憩。この駅は
緑駅、小さな待ち合い、かわいい駅です。駅より徒歩3分である場所へ。夏場は左側はパークゴルフ場になっています。雪降る中歩くこと3分、見えてきました。こちら緑温泉緑の湯です。ほぼ混雑することがなく、ほとんど貸し切り状態。温泉いただきます。上がると休憩室、特産品やお菓子、お酒のコーナーをぐるっとパトロール。闇金牛島くんを読みながら一杯一杯、さらに一杯。駅に向かう途中、帽子が飛ばされて。 TTFN の D です。調子いいギアの紹介、考えるギアのコーナー、次回動画予定やインスタのみで上げるストーリーや写真、ぜひチェック&フォローよろしくお願いします。無事帽子を回収、気を取り直して駅に着くと、反対側の列車が到着済み。この駅にはストーブがないので、先ほどの温泉が休憩室を無料開放、暖かく過ごせます。乗り込むとほぼ貸し切り状態。お客さんが僕を含め3名。帽子掛けにかけて乾燥。釧路方面の列車が出ると、こちらも発車。線路に降り積もった雪を吹き飛ばしながら、網走へ爆走していきます。3人のうちの1人の乗客が降りて、列車には2人。途中、世界遺産知床観光の玄関口、知床斜里駅で26分間の停車。相変わらずものすごい暴風でした。この駅はこのように変わった外観。大雪の中走ってきた列車は雪にまみれて、そしてこの顔である。またファミコン世代に懐かしいオホーツクに急、 JR 北海道のキャンペーンをやっているようです。無事網走に到着。時間に余裕はあるものの、いろいろやることがあるのでホテルへ直行。ベッドにバックパックを置いたら、中身をチェック。マット、タオル、ジャケット、帽子、シュラフをすかさず干して乾燥。モバイルバッテリーの充電、ゴミの廃棄、サバとイワシのほっかぶり寿司を決めて、おやすみなさい。1日目は暴風とトラフィックトラブル、2日目は大雪と鹿と衝突トラフィックトラブル、3日目、3度目の正直。次回、オホーツクに消えない真冬のオホーツク海岸野営編をお送りします。ご期待ください。トリップトラベラー TTFN でした。